木曽三社神社は、群馬県渋川市北立花町下函田にある神社である。社門は、笹林道。文献によると、元略元年、木曽義仲が、滋賀県の阿わずで、源の義経に撃たれた後、その維新であった今舞氏、高梨市、根井氏、立野市、町田市、小野沢市、萩原市、餅月市、櫛市、淵市、諸田市等が、 吉中と、友江御前の子である三男、木曽吉本を閣舞、群馬県渋川市北立花村箱田に落ち延びたと、される。吉中が数敬した、信濃国の縁起式内社である、千曲郡の三座、岡田、砂田、阿礼神社を、群馬県渋川市北立花村下箱田に誕生して、創建したと伝えられるのが、箱田神社、後々木曽三社神社である。滝の宮、 基礎明人とも称されている。その後、関東関連、上杉氏や、白井城主長尾氏、歴代の前橋城主の数計が厚く、神田の寄進や、社殿の修復等が行われる。関西元年に火災に遭い、同8年に再建、さらに明治20年代には、大修復をしている。明治29年には、県社に劣せられたが、昭和21年の法令改正に伴い社格を、 改正され、2017年3月現在では、神社本庁の所管となっている。境内には、本殿、拝殿、幣殿があり、夕玉の聖戦や石章軍落を中心とした全域が群馬県環境保全地域に指定されている。境内には、稲荷大臣のかに、多くの石祠や石碑が祀られている。明治神社資料には、境内者として一家が列記されている。 鹿島神社、神明宮、菅原神社、八幡神社、住吉神社、あたご神社、早やとら神社、八坂神社、薬王神社、厳島神社、大山や神社。また、同、箱田には、木曽み柱神社が存在する。文献によると、安政二年、滝のや、下箱田の神主になった、高梨宮之助は要祖父高梨や千穂と会わず、 この争いが、北立花村箱田、下箱田両村の争いに発展した。宮之助は実家に帰り、八千穂は、箱田村の今池直系子村が守護してきた箱田、将軍塚古墳上に一社を創設した。拝殿と称して、箱田村民はここで心配を始めた。後に、箱田村は、新宮を混流した。滝の宮より分立、木曽見柱神社を創設した。当社は、 言葉天皇の五大元略元年の創立と伝えられる。縁起式内品の筑馬郡の三座、岡田神社、砂田神社、阿礼神社の三者は、基礎義仲が厚く数形した神社であるが、元略元年正月、義仲没落に及んで、その一心、今井、高梨、町田、小野沢、萩原、諸田、串淵等が新宅を奉じて、この地に移したものである。 木曽神社の仙宮鎮座に関して、平成祭データに以下の話が載っている。木曽吉中の没後、その一心らは一時木祖の谷にいたが、源の頼朝の戦儀が厳しいので、木祖は決して安全な隠れ場所ではなくなった。この時、木曽氏の信仰していた三者の社の神社の神官であった、高梨南学院という人は、三夜続けて不思議な夢を見た。それは早くこの神を、 東の方の安全な地に移せよという信託だった。そこで一心らが相談した結果、身体を七十の箱に収めて東国へと旅立つことになった。和田薄いの峠を越えてと根川の辺までたどり着いた時、ある平和な村があった。そこに神を祀ろうとすると、土地の人が怪しんで、その箱は何だ。と尋ねると、ただの箱だ。と飲み答えた。 今、その土地を箱だという。しかし、神のお告げはさらに今一度ここを立ち去るようにと、下だった。そして、また人々は、旅に出たが、今度は、半日にして、利根川東岸の山中のある清い泉のところに着いた。ここで、人々は一意恋したが、その時、ご身体の箱を、とある石の上に下ろした。すると不思議なことに、人々が再び出かけようとすると、 箱は石に固くついてしまって動かなくなった。大騒ぎして持ち上げようとしたが無駄だった。ここに祀られたのが箱田神社、後の基礎三社神社である。今でも神社の前に高梨氏の石像と基礎三郎吉本のお越しかけ石とがある。維新たちはここに土着して四方に広がっていった。今日に至るまで、 基礎一族の祈願書であるはもちろん、ゆかりある武将の数形も厚く、官能年間、官僚、上杉範明社外の他を寄進し、後、上杉謙信は、武運長級の聖書を建て祭り、白井上主長尾氏もまた厚く数形したという。徳川幕府となっても、両主の尊数は変わらず、社地のご修復と称して、前橋上主は代々公費を持って、永然をしていたが、 完成元年6月、火災にあった時、領主松平氏は、武州川越にあり、違法の説もあったため、造営の沙汰も宣言してしまった。よって、同6年、宇治古神都市を図って、社殿を建築した。文化7年、全領主堺氏は、万州姫路から重心を使わし、鉾一口、及び、近尺館を建じた。同10年、さらに14位下が学徒道は、 自筆の信号学その他を剣納した。前橋上司松平氏もまた数計厚く、入場の当時、たまたま拝電再建の際であったので金に重量を寄進し、落成式の後、明治3年、五位山都市の大型社産して弓矢を奉納し、続いて白尺、松平元則は、信徒として原料金若干を献じた。ありがとうございます。